はいこんにちは里井ライオンですはい今日はですねあのー、ゲストにですねゲスあの天の声さんに来ていただいてますあの天の声さんですからねあの声だけ出演していただいてるんでまあ天の声さんからですねいろんな質問に答えようかなと思ってますはいはい 天の声さんこんにちははいこんにちは天の声ですはい,はい今日はちょっとね里井雷雄さんにいろいろこうね全くのし、うん、花のこと素人なんでいろいろ質問とかね、うん、多分ね皆さんもなんか花ってねどうしていいかわかんないと思うとすごい素人な質問しようと思っていいですね出演させてもらいました、うん、あ,ありがとうございますよろしくお願いします どな質問でんか花ってやっぱり贈り物ってイメージあるじゃないですかそうです、ね、飾るのもいいですけどね、うん、なんかこうお見舞いとかお祝いでさ贈、うん、るじゃないですか、うん、なんか素人だと花ってっバラがカーネーションみたいなあ王道です、ねうん、まあ王道でね、うん、それはそれでいいんだけど、うん、やっぱダメなものとか これ持ってちゃまずいよとかうんうん、うん、ああ相手にね。あと逆にあちょっとなんかこいつ分かってるなーみたいなおしゃれで、うん、バラバラしかないのかよおめえじゃなくて、あ<ー>おしゃれだなーみたいなって、うん、知ってるとなんかいいじゃないですか。うんうん、そうですね。でまあほらこれから。うん 入学とか卒業シーズンでもあるし、あそうですね。まあね誰かお見舞いもねある時もあるから、ありますあります。特にね冬とか多いですからね。うんうでね花屋さんの意見を教えてもらいます。あなるほどなるほど。はい。はい。ちなみにどんな質問ですかね。まあ例えばじゃ友達の見舞いに行きます。あお見舞に。はい。でまあ普通にバラ持ってっていいと思うんですが、例えば色がとか、あとこれダメだよとか。 なんか持ちがいい悪いとかもいすかもすすそそうですねれ教えてもらいいあじゃあ設定はお見舞いでっていうことであまあ実際にですね、あのー、勤めてると、あのー、そういう問い合わせよくありますうん、うん、これ持ってっていいんですかとか何がいいんですかとか、あのー、まあいろいろ聞かれるわけですようん、うん、でまあ基本ですねあのお見舞いってなると病院 持って行く先がですね、病院ですよね。うん、今ね、いろいろちょっと厳しいところがありまして。うん、あの、まあ、か、あの、入院されてるそのかがありますよね。かによって、うんうん、あの、看護師さんに預けてもらわないといけないとか。うんうん、あの、直接持っていったらねっていう場合があるんです。うん、まず、最初に、あの、それは、あの、お話しさせていただいてるんです。うん、あの、何でも、例えば、持って行ってもいいよっていうかでも、まあ。 あのなんだろう制限があるかないかっていうところであの一応お客さんの方で、まあ、病院であの、まあ、持っていきたいんですけどっていうのを確実に大丈夫っていうことであればですね、うん、あのまあそこがまず最初に、うん、あの例えばせっかく持って行ってもあのそのお見舞いの,その、ねまあ、患者さんとかに「うん、あの って言って持っていくのにあの預かられちゃったらねせっかく持っていったのにねみたいになっちゃうじゃないですか、ね、まあまああのげたっていう行動はあの相手に伝わるんでそれはそれでいいんですけど、うん、まあでもせっかくだったらね飾ってもらいたいですし、うん、ってなった時に、うん、まあ大概はあのそうだなああのやっぱ家によりますけどね、うん、産婦人科とかは、うん、まあ絶対まあ絶対っていうかねまあ、うん いいです大体ケ、OK、ーですしねあとえっ、ー、とそうそう骨折とかさそういうあの内臓系じゃない病気うん、うん、怪我とかの場合は割と持ってってもね、うん、あの大丈夫じゃないかなっていうところがあってあとまあ蚊によって本当にそれはまちまちなんで、まあ、個人でちょっと確認をしていただきたいっていうのはうん、うん、これは必,必要かなっていうことをお答えしてます。うんうん、で さっっき何でしたっけあの花、うん、花でも何がいいのかなとかっていうのですよね基本ですねあのー、まああのー、何でもいいって言ったらまああれですけど、うん、やっぱりあのえー、まあお葬式の時にね持っていく花はやっぱりそれは聞あのうんきくとかお葬式とかそういうものを。 匂わせる思わせるような雰囲気のイメージのものっていうのはまあ実際に花って言ったらまああったんですけど男性のお父さんらしき人がお見舞いにっていうことで花を買われたんですけど花ってやっぱ男性わからないのでじゃあ選んだ花がですね仏花だったんですよ仏花仏さんの方にねえる お花をね選ばれてでちょっとたまたま聞かれたんで用途は何ですかって言ったらお見舞いにってことだったんで「あそれはですねちょっとね」って言ってお伝えしてできればこっちの方がいいですよって言っておすすめの花をねご紹介したんですけど NG はその物価かなと思います。ああと基本ですねの あ,あ、もう一つですね。そうそう、香りがあんまりきつい。花っていうのは、うん、あの？相部屋の場合ね。うん、やっぱりね。あの？あまりよろしくないのかなっていうところがあります。うん、特にあの香りのきつい花って言って、あのちょっとって言われるのは百合の花ですね。うん、あれ、すごい。いい香りなんですけど。うん、結構ほんときついので、うん、あのまあ。あ とまあユリってまあちょっと物価をイメージさせるところもあるのでううまあそれはちょっとあの、まあ、い使いようにもよるんですけど、うん、まあちょっとそれはできればまあ避けられた方がいいかなと思うのとうん、うん、あとまあバラも全然いいんですけど、うん、あのバラはもうあ,、まあ、あんまりトゲのないような花とかね、うん、がおすすめかなとバラも種類があるんですけど。うんうん うんそうそうそうそんな感じなんであとやっぱり送られる方のあのその相手のことよくご存知だと思うんでどんな花が好きだったかとかわかるじゃないですか相手のことねまあそれで全然いいですうん派手な花とかでもいいのかな派手とか逆にねそうなんですよだから年齢とかもやっぱり寄るのであの ほらは派手好きのね患者さんとかもは派手好きっていうのはその色がはっきりした花が好きな患者さんとかおられるんでそう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 、うん、だけどやっぱこれって好みなんで、うん、あのそこはねあの別にダメとかいいとかはないと思いますよ。あさっていう、ねね、うううよねねそそそななんんでですすどの さっきご存知ですね、天の声さん、知ってらっしゃいますね、そう、鉢物はね、だめです、入院とかお見舞いってなったらさ、どちらかって言ったらいいことではないじゃないですか、それが根付いてしまうっていうことで、ですね避けられた方がいいですね、これはね、そう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 。 ままああそれはね退院されてからでいいかなと思いますよはいまあそんな感じですかね金額とかっていうのはやっぱりそのまあ内容にもよるんだろうけど金額ね時期このぐらいが普通っていうのは結局花って病院まあ病院に送るじゃないですか病院に置くっていう感じなので基本ですね花束よりも あの、アレンジメントですね。あのカゴのタイプですね。の方がいいかなっていう話はよくします。というのは？あの、アレンジメントのいいところはそのまま置けるというね。花瓶に水を入れて、例えば花瓶がない方もいらっしゃるじゃないですか？ま病院で用意されてる場合もいるかもしれないですけど、まあのそこまでほら。 花瓶を用意してまでっていうところまでね、うん、入院の時に考えないので、その入院される方ってね、うんうん、なので、まあ花束になると、うん、あの世,世話が逆に大変だったりするんです。水を、うん、あの変えなきゃいけないとか、うんうん、ね。 あの花瓶を用意しないといけないとかっていうのがあるのでまあアレンジメントとかっておすすめするんですけどで値段なんですけどあの病院なんでそんなにねすごい大層な,なんか豪華なものだったら逆にあのビックラポンなんでだいたいですねまあこの辺で言うとですよまあ1,500円ぐらい。

本当気持ちなんで送られる方の気持ちと患者さんに対してねよく分かってらっしゃるはずなんで送る送らないの関係なんでねまあそんな感じですかね。はいいですかねじゃあ。じゃあ今日は入院された場合にですね 花を贈りたいですけどどんな花がいいですかねっていう質問に対して天の声さんから質問があったんでお答えしました。はいありがとうございました今日はね天の声さんね来ていただきましてまたいろんな質問がありましたらそうですね知らない方も多いんでね天の声さんにまた協力していただいてまた一緒にお話ししましょうね。はいでは天の声さんありがとうございました。